王の厚氏は、日本のボランティア活動家。特定、非営利活動法人インターナショナルウォータープロジェクト、代表。土木会社に5年間勤務した後に、ある日、テレビで泥水を飲むアフリカ・ケニアの人々にとって、無数の病原菌が救う飲み水を飲み、セ赤リやこれらにかかって、年間150万人の人が命を落としている。様子を見て、NPO 法人、 難民を助ける会の活動に参加。近藤春次のもとで数さ掘りを習得する。ザンビア共和国の難民キャンプでのボランティア活動に従事し、任期中に現地住民と共に8ヶ月で3本の井戸を掘る。任期を終え、日本に帰国して半年で羽木という井戸の部分は竹が必要だが、それをチューブにしたことですべての道具を現地調達できる。 新方式数サホリを完成させ、再び、アフリカの地に渡る。アフリカにあることわざ、飢えている友達がいたら、魚を与えるのではなく、魚の取り方を教えてあげなさいに基づき現地の人々に使い方や、うまくいかない時の対処法など、徹底的に教えた。文化の違う人々に教えるのは大変な苦労だが、諦めず、根気よく教えた。世界では10億人。 アフリカでは3億人が飲み水に困っているが、井戸が壊れても修理方法を教えておくことで自分たちで管理、維持ができるように施した。そして2年間で14本の井戸を完成させて帰国した。結婚後、夫婦でルアンダ共和国の難民救援プロジェクトに参加してアフリカに渡り、 1994年にはタンザニア連合共和国の難民キャンプで新方式ズサ掘りによる井戸掘りを実施。1995年に NPO 法人インターナショナルウォータープロジェクトを立ち上げ、現在まで15年にわたって井戸を増やし続けている。EWAP の活動は2006年3月にメキシコで行われた世界水フォーラムでは日本の団体で唯一 京都水大賞、ベスト10に入賞した。ありがとうございます。